はい、ゴータロードライビングチャンネルやっていきたいと思います。タイトルにもね、あるかと思うんですが、ミニサーキットのすすめということでやっていきたいと思います。まあ、街中見ててもね、結構、スポーツカー、スポーティーカー、で、コンパクトカーとかでもですね、車高落として、ホイール変えて、結構、かっこよくいじってるなーって思う車よく見かけます。そういう車ね、乗ってると、性能をね、試したくなったりする気持ち出てくると思うんですが、当然違反してしまうと、免許にも傷がいってしまいます。そこでね、サーキット行ってみようかなっていう話に、なってくるかと思うんですが、結構ね、サーキットっていうと、敷居が高いというか、尻込みしてしまうというか、よっぽど何かきっかけがないと、行きにくいとこっていうイメージね、持ってる方多いんじゃないかなと思います。で、実際ね、車ね、かなりハードに改造してないとダメとか、タイヤがね、すごくいいタイヤじゃないとダメとか、あと、ブレーキパッドもね、よく止まるサーキット用のパッドじゃないと絶対ダメだとか、で、行くにしてもね、工具が、たくさんないよ、とかね。鈴鹿のね、国際レーシングコースとか、ああいう大きなサーキットだったら、ちょっと話違ってくるかもしれないんですが、ミニサーキットだったらね、意外と、そんなこともないです。で、実際僕もね、スイフトスポーツに乗り換えて、全くのフルノーマルの時に、ミニサーキット、ちょっと走りに行ったことあります。で、実際ね、あれ夏場だったんですけど、クーリング、一周走ったら、一周冷やしてっていうような感じで、クーリングを挟みながら走ってもらったら、意外とね、フルノーマルでも、全然走れます。もちろんタイヤもノーマルだったんですけど、意外と大丈夫ですね。でね、変な話、軽トラなんかもね、走ってるの見たことあります。で、ドライバーの差というかね、運転技術の差のことも気にされる方いらっしゃるかと思うんですが、当然ね、ミニサーキットでも、すごく上手な方もいらっしゃいます。で、結構ね、上手な人、レベルの高い人って、車もすごいお金がかかってて、ちょっと近寄りがたい雰囲気出てたりするんですけど、上手な人はね、すごい、気持ちにも余裕があって、話しかけてみると意外と、優しかったりとか、アドバイスくれたりします。で、同じ走行枠でね、走ってても、上手な人は、上手に、安全に、オーバーテイクね、抜かしていってくれますんで、そこもそんなに尻込みする必要ないんじゃないかなと思います。でね、ミニサーキットでしたらね、小さいコーナーが多いので、小さいコーナーというか、ボトムスピードがすごい低いコーナーが多いので、失敗したりしても、コース上でとどまれることが多いですね。そんなにコースアウトして、飛び出しってクラッシュらしいクラッシュになることも、ほぼないかなと思います。大きいサーキットでしたらね、ライセンスが必要で、年会費何万円とかね、かかってしまったりとか、で、そういうライセンスがないと走れないんで、壮行会ね、ショップさんが、開催してる壮行会とかにね、参加しないと走れなかったりするんですが、ミニサーキットでしたらね、ライセンスもそもそも必要ないところも結構たくさんあると思います。でね、料金的にもですね、三重県のね、モーターランド鈴鹿って鈴鹿サーキット国際レーシングコースのすぐ近くにあるんですけど、そこでしたらね、金曜日で、ラッキーフライデーっていう風に設定されてるんですけど、金曜日でしたらね、
まあ朝から夕方まで、まあ1時間あたりね、2200円、税込み2200円で走れます。で、まあ特別ね、こう、何もいらないです。本当ヘルメットとグローブ、長袖、長ズボンとは、運転しやすい靴ですね。これだけ用意してもらったら、全然走れます。ですね、こう、思ってるよりね、こう、敷居は全然低いんじゃないかなと思います。まあ、峠走ったりとかね、そういうことをして、まあ、免許にね、捕まったりして、免許にダメージが行くこと思ったら、全然安いと思いますし、で、まあ、実際走ってもらったらわかると思うんですけど、まあ、こう、ちょっと走っただけでね、すごい心拍数も上がるし、窓がね、曇ってくるぐらい汗もかきます。ですんでね、まあ、すごいいい運動になるというか、発散にもなるんじゃないかなと思います。で、まあ、サーキット走行をね、してみると、まあ、当然ね、一般道よりは、やっぱり速度域高いので、まあ、普段のね、運転にも、こう、余裕が出るようになるんじゃないかなと思います。だいたいね、まあ、モーターランド鈴鹿でも、まあ、ストレートらしいストレートはないんですけど、120キロ、排気量大きかったら140キロぐらいまでは出るんじゃないかなと思います。まあ、フルブレーキングの練習もね、できますんで、普段のね、とっさの時に、しっかり、まあ、ブレーキもね、踏めるようになるんじゃないかなと思います。意外とね、まあ、僕も、まあ、モーターランド鈴鹿でね、いろんな方、まあ、こう、まあ、レクチャーというかね、個人的にさせてもらったりしてるんですが、意外とね、ブレーキペダルをね、しっかり踏める人って少ないんです。で、そういう練習にもね、なるかと思いますんで、おすすめです。で、まあ、ミニサーキットね、まあ、敷居が低いからといって、まあ、全然練習にならないっていうわけじゃなくて、こう、一周がね、すごい短いんで、同じコーナーを何度も何度も反復練習できますんで、まあ、初心者から、まあ、上級者までですね、まあ、比較的リーズナブルなコストでね、練習していただけるんじゃないかなと思います。あ、それとね、まあ、全然、こう、モーターランド鈴鹿の回しもんじゃないんですけど、モーターランド鈴鹿さんね、時間帯、一番最後の枠で、逆走というかね、逆回り設定してくれてますんで、一つのサーキットで、まあ、二箇所のサーキット練習できるようなイメージでね、やってもらえるんじゃないかなと思います。で、まあ、正回りと逆回り両方走ったら、まあ、タイヤもね、右左均等に減っていくっていうのも魅力かなと思います。次ね、ちょっと、まあ、次の動画で、まあ、サーキット走行するにあたって、まあ、準備編ということで、まあ、サーキット行くまでにどういうふうに準備していったらいいかっていう動画ね、やっていこうと思います。じゃあ今日は、こんな感じで以上です。